次はね、コザグラインコ行きます。これノーマルグリーンですね。これ実はね、もうボタンがあと1羽と、それから小桜が別の種類がもう1羽おったんですけどね。これね、ちょっと昨日ね、来た途端にいなくなりましてね。で、もう1羽になってかわいそうですね。で、これと一緒にね、寝かしてるんですよ。まあ、面倒見がいいですよ、このうろこちゃんは。もうヒナのくせにね、ごくごく吐き戻す真似して餌をやろうとしてますよ。これをまた頼り切ってね、もう潜り込んで寝ます。鱗の下に小さい時からね、一緒にこうやって見せると、大体大人同士ね、これとこれ相性良くないんですよ。鱗と小桜って、うちの場合なんかずっともう5年も6年もライバル関係の子がいましたもんね。足噛まれてね、鱗がね、カゴに止まってたところを下から。だけどね、それはね、大人同士やったですからね。うちで顔初対面の頃でしたかね。小さい時からこんな風にしとったらね、まずもう喧嘩するってことはないですね、大人になっても。これもうち来て何日か経ちますからね、少しは大きくなりましたね。これは鱗のサンチークです。